シャロンデン・アデルは、オランダ出身の女性歌手、シンガーソングライター。シンフォニックメタルバンド、ウィズ・イン・テンプテーションのリードシンガーとして知られている。フランス公演13歳の頃から、カシロというブルースロックバンドなどの様々なバンドに所属し、1996年にボーイフレンドで、ギタリストのロバート・ウェスターホルトと共に、ウィズ・イン・テンプテーションの創設メンバーの一員となった。 彼女はバンドの仕事を叙情と映像をと定義している。公式のボーカルトレーニングを受けたことはないが、彼女のボーカルはバンドのサウンドにおいて主要な役割を果たしている。ビズインテンプテーションが有名になる前、シャロンはファッション会社で働いていた。シングルアイスクイーンがヒットしてバンドが成功すると、シャロンは会社を辞め音楽に集中するようになった。 彼女は自分のファッションの経験を自身のステージ衣装やバンドのグッズのデザインに生かしている。シャロンはアーミンバン、ブーレン、アフターフォーエバー、ハイデローゼズ、ディレインなどいくつかの有名なバンドでもステージでの演奏やスタジオでの収録に参加している。トビアス・サメットのバンドアバンテナではアンナ・ヘルドを歌った。またエイリオンのロックオペライントゥザ・エレクトリック・キャッスルでは インディアンの役を歌った。ティモトルキの曲、アーユーザワン、ディレインのアルバム、ルシディティ収録曲、ノーコンプライアンス、アーミンワン、ブーレンのアルバム、イマジン収録曲、インアンド・アウト・オブ・ラブなどで、共作やボーカルを務めた。夫、ロバート・ウェスター・ホルト自身と長年のパートナーである、ロバート・ウェスター・ホルトの間には、2005年12月7日に生まれた娘、エバルナがいる。 バンドのザ・サイレント・ホースツアーの時に妊娠していた。彼女らは現在、オランダのヒルフェルスムーに住んでおり、2匹の猫派プロトロラを飼っている。2009年2月、シャロンは2人目の子を見ごもっていることを公表。2009年6月1日に、バンドのウェブサイトでロビン・エイデン・ウェスターホルトが生まれたことを伝えた。通称をエイデンと呼ばれ、32週間と6日間の 早産であった。2011年3月30日には3人目の子を出産。ローガン・アーウィンウェスターホールドと名付けられた。ビズイン・テンプテーションとしての作品は項目先を参照。ありがとうございます。